ここはもうあれかな、フィールド上っていうことになるんか。あぎゃー、キー、お助け。あれ、チャールズ先生が言ったのって、あのおばちゃんの背後にあった道じゃなくてこっちやったんや。マリオくん、やっつける相手をちゃんと見分けてくれ。え兵法にしたつもりだったんだけどな。なんだこの部族みたいな槍ダンサー。槍持ってる上に踊るのか。間違えた間違えるな、いつも。いけ。お、結構体力少ないね。いけ。ナイス。はい、ダメだった。よしよし、8スターポイントゲット。ふう、また助けられたね、ありがとう。だから突っ走るなって。さあ、目的の火山はすぐそこだ。張り切っていくとしよう。え、道が途切れてるって聞きましたけど。めっちゃ走っていったよ、また。でもまずは違う方向から行こうと思っとったのに全然こっちないよね、道。おー、マリオくん、見たまえ。こういうことか、道が途切れてるって。あそこが火山の入り口のようだ。あの山のどこかに、私の求める古代文明のお宝があるに違いない。しかしだな、あそこまで行く道が見当たらないね。まったくこれは困ったことだよ。いや、私は諦めんぞ。探検の極意は情報を集め、村に戻って手がかりを探すのだ。そうと決まったら、早速行動だよ、マリオくん。ほう。情報を集め、情報を集め。じゃあ私も頑張りますよ。うっぎゃー、懲りないなー。やめてくれー。なに、どうした、なんもおらんやん。なんてね、またかと思ったかい。ちょっとふざけてみただけだよ。研究にはユーモアも必要なんだよ。ささ、マリオくん、先を急ごうではないか。ホラーとかやったらさ、ここでなんか、なんてね、みたいなこと言って、なんか全然別人と入れ替わっとんよね。そういうパターンあることない？ああいうの好きなんよね。え、なに？どうしたの？何があったの？え？子供たちがいないよ。ジャングルに行っちゃったみたいだ。この頃ずっと何かしでかしそうな雰囲気だったけど、まさか危険なジャングルに入っていくなんて。どうしたらいいんだ？どうやって探そう？え？ずっとここにいたやん、みんな。どうした？なんで？大変だ大変だ。子供たちがいなくなってしまいました。自分たちだけでこっそりとジャングルに行ったようなのです。危険な場所です。急いで子供たちを連れ戻さなければ。マリオさん、子供たちを探していただけませんか？ご覧の通り、村のヨッシーたちは慌てすぎていて、どうしていいやら、わからないのです。私がヨッシーたちを落ち着かせている間に、子供たちを見つけてやってください。かくれんぼの延長でスッと出ていった感じかな。大変大変、子供たちがいなくなったよ。ジャングルへ行くなんて、絶対に行けないって、いつも言い聞かせていたのに。子供たちの面倒を見てくれていた、ぷくぷくのおばさんまで、一緒にジャングルへ行くなんて。そんなはずないよ。きっと何かが起こったんだ。マリオ、お願いだよ。子供たちを探して。要は、探すために追いかけていったってこと？おばさんは。情報を集めようにもみんな混乱していて話にならん。これはまず混乱を鎮めないことにはどうにもならんね、マリオくん。まあまあまあ。どうにもならんとか言わずに子供探してあげようよ。え？敵なのこれ。え、聞いてないです。ヒロリン草魂。え、ずっとなんか、ずっとなんかハート吐いてくれよったやん。攻撃してくるとか聞いてないんですけど。
別にその辺ハートとかないやろ。ないっすね。さあ回復しておきますか。これはえ、どういう状態？これどういう状態？え？あ、草が避けたよ、避けたよ。帰ってこい、こんないたずら坊主たちめ。お、ぷくぷくおばさんか。あれフラワーさんじゃない？ちょいとあんた、そこのあんた、聞こえてたらこっちを向いておくれよ。なんでそんなところに。この木に引っかかっちまって困ってるところだったんだよ。なんとか助けてくれないかい。え、大丈夫、干からびて死なない？まあ、ずっと地上というか陸におるけん大丈夫なんか。もっとしっかり頼むよ。お、落ちてきた落ちてきた。ふう、助かった。全く生きた心地がしなかったよ。助けてくれてありがとね。おくるさんで無事みたいだよ。え、でも鳥かなんかに連れ去られんかったらあんなとこに行くことなくない？やれやれ、いたずら盛りの子供たちを追いかけてきたまではいいけど、あの子たちのいたずらに引っかかってあの通りの有様だったのさ。あ、罠かなんかってこと？子供だけでジャングルに行くなんて絶対に危ないよ。大急ぎで追いかけなくちゃ。あんたも怖い目に遭いたくなけりゃ急いで村に戻るのがいいよ。どうしてジャングルなんかに来たのさ。いやいやいや、君たちを助けに来たんだよ。おやまあ、あんたもあのいたずら坊主たちを探してるのかい。ならあんた、私と一緒にあの子たちを探しに行くことにしなよ。あの子たち、ジャングルの本当の怖さを知らないから、早く見つけてあげないと。あらまあ、いけない。あんたの名前も聞いてなかったよね。なんていうのか教えておくれよ。マリオです。マリオ？へえ、初めて聞く名前だね。どっから来たんじゃないのかい？あれ？この村にもマリオの名前は轟いてるなーってさっき実感したところやったんやけど、まあ、でもこの世代はあれかな、多分同じ島におったとしても、いや私は知らないなーってなりそうな感じ。ジャンボリ島を楽しんでおくれと言いたいところだけど、まずは子供たちを探すのを手伝っておくれよね。頑張ります。俺マジでそういう感じ。おぷくが仲間になった。仲間になるんや。水際にある乗り場で下を押すとおぷくに乗って水の上を移動できるようになるぞ。おー、乗ったまま下を押せば少しの間水に潜ることもできるぞ。バトルでは敵をジャンプで攻撃するおぷくアタックや、敵に水を吹いて攻撃する水鉄砲という技を使えるぞ。ほうほうほう。え、ねえ、全然行けんやん。水に行ける場所みたいなのが決まっとんか。別に何も。あ、下から。こういうことか。よし。どうも。よー、こんにちは。起こしてくれてありがとうさん。いいね、この島はあったかいからついつい寝過ごしちまった。俺はフラワーさん。この世界を俺たちの仲間でいっぱいにするのが仕事なのさ。あんたもぜひ俺の種をもらってちょうだいよ。と言いたいところだけど、あいにく種がまだできていないんだよ。なーに、すぐにでもできるさ。ここはあったかくて気持ちのいいところだからな。後で種を取りに来なよ。俺は気前がいいから、会った人には何でもあげちゃうよ。ふんふん。持ち物欄がいっぱいですってことかと思ったけど違うみたいやね。もう特に行けるところは。なさそうですね。ってことは戻るのか。え、ねえねえ、おじさんどこ行った？チャールズのおじさんどこ行ったよ。
あ、これでそっか、この辺渡っていけるようになるんや。え、だってこれがないのにさ、ぷくぷくおばさんのが、あそこにおる、寝てる。ジャングルの怖さなんかみじんも感じてない。快適に寝てる。この地域のボスは炎系かなって思うけん。お、なにこれ、なになになに、見えなかったんだけど。どれだ、さっきのスーパー地震か。スーパー地震ができるようになる。攻撃に必要なフラワーポイントは4。ふんふんふん。これのパワーアップ版ってことかな、地震アタックの。スーパー地震。なんかこの当然のように名称を出されてもね、スーパー地震ができるようになるのがスーパー地震とは。どうしよっかな、2必要なんか。あと1個なんか。いやでも寝顔のパワーは絶対いると思う。あれだな、次レベル上がったらバッチのアップしよっかな。あの子取り戻したいよね。どっかこの辺上がれるところあるか。一応なんかここにおるっていうのが分かっとるやつは。え、どこだ。いけなくね。あっちから回ってこんといかん感じかな、上から。なるほどなるほど。めっちゃ寝息立てて寝よりやん。疲れたんだな、きっと。多分なんか上の方からぐるっと回っていかんといかんはず。こっちから行けるかな。これ食べられそうですよね。そうなるなとは思ったんだけども、避けられるところと避けられないところの差はなんだ。くそ、普通にぶつかった。あれ、行き止まり。おお、そんなうまく、そん、ちょっとやめて。怖ー。上追いかけてこないで。うわー、誰か助けてー。怖いよー、お家に帰りたいよー。しかし今私の体力は限界なんだ。とりあえず、とりあえず帰りたいな。これやっつける感じになりそう。あーですね。無理無理無理。待って、とりあえずすっきり爽快しようか。うん、すっきり爽快。せめて10ぐらい回復してほしいんですけど。5って少なすぎん。火の敵ってことでいいんかな。ポイズンパックンって書いとんな。え、なになになに。え、ちょっと待って、まだやり方がよくわからなかった。あ、無理やん。そんなギリギリな感じで死にましたけど。死にましたけど。回復とかどっかないん。何、なんか寝てる。あ、もしかしてここか。あ、着いた着いた。おい。うーん、
おはよう。あれ、マリオだ。どうしたの？僕を探しに来てくれたの？あれ、おばさんも？僕、かくれんぼしてるうちに眠くなってきて、ここで眠ってたんだ。そんなに心配することないよ。ジャングルなんてへっちゃらさ。でもそろそろ寂しくなってきたし、お家に帰ろうかな。じゃあね。私も連れてけよ。私も連れてってくれよ。ん、これも。めっちゃ危険じゃない？でもいい具合に割れてくれる。これで、ですよね。ショートカットができたよね。さあ、今助けるよ。くそ、先制攻撃ができないのか。とりあえず普通でいっか。で、このさ、水鉄砲メーターを超えないように押そう。こういうこと？なるほどなるほど。君たちは体力どれぐらいあるんだ？ふんふん。とりあえずこの紫のところで止めとけば5はいける。お、結構少ないね体力。よかったよかった。いや、しかしマリオのが成功しなければ結構結構かかりそうな。でもこの子炎系じゃなくて毒系やったんよね。炎系やったらもっとダメージ与えれたんやろうな。よしよしよし。さあ大丈夫か。怖かったよ。おばさんの言いつけを破って勝手にジャングルに来たりしてごめんなさい。これからはいい子にするよ。ちゃんと言うことも聞くからね。助けてくれてありがとう。まっすぐお家に帰るよ。うんうん、これで2人。さあ、あと3人。え、もう場所なく、なんかあそこくぼみになっとるね。なんか入れれそうな感じ。ビッグキューちゃんの像だ。何かを入れられるみたいだ。これなんか、なんもないんか。だるま落とし的な感じかと思ったのに。ね、この辺めっちゃ壊れとるけど。この奥行けるんかなと思ったけど違うんすね。何今の。あ、こっち来たことないとこか。なるほど、来たことないとこやった。あ、せっかく避けれたのに。で、ちょっと右側に行かせていただきたい。これで仲間をランクアップ。はい、それじゃあおぷくをランクアップさせましょう。おぷくはスーパーランクになりました。よしよし。くそ、飛び越えれんかった。こっち行ってないよね。これは来たところかな。ん？来たところかな。わからん。でも似たようなところに。イエーイ、やめてくれー。ってことなんで、
こっちの奥に行ってみよう。これはなんかマリオじゃなくあれかな、パレッタとかで行ったらいけるんかな。これで、全然いけねえ。これで、いや、いけねえ、全然いけねえ。なんなの？どうやって行くの？わからん。でも絶対あれ、ねえ、有効活用するものやと思うんやけど。さあ、そろそろもう一匹おりそうじゃない？綺麗に割れる。あ、いた。あれ、ここは何もなく。ウィーウィー、クスンクスン。みんなでかくれんぼしてたんだ。僕が鬼だったんだけど、誰も見つからないんだよ。うろうろしてたら迷子になっちゃった。おぷこおばさんの言う通り、ジャングルって怖いところだったよ。探しに来てくれてありがとう。これからはいい子にして、おばさんの言いつけを守るよ。かくれんぼの鬼はマリオが代わりにやってくれない？僕はもうお家に帰るよ。そうやってすっと一人で帰れるんならさ、とっくに帰れてたんじゃないのか。ねえ。あれ以上か？これは星のかけら。あっち側になんかあるか？道。いや、ないですけど。あれ？もう全部行ったことない？そんなことない？え、もう行く場所ないんですけど。こっちまだ行ってない。お！ウィンウィン！え、なに？どこ？え、どこ？え、いなくない？なにこれ？え、なにこれ？しかも多いんですけど。やだ、逃げる。え、どこ？普通にこっちってことかな。え、声聞こえなくなった。何？どこなの？え？え？何今の？え？どこで声が聞こえてんだ？え？何なの？どこなの？いないんですけど。やっつけるか。よしよし。おお、いいねいいね。あっという間。イエーイ。で、この奥ってことかな。ここか？いた。なるほどね。やっぱあいつやっつけんといかんかったんや。怖かったよ。かくれんぼしてたら変な草がいて通れなくなっちゃったんだよ。やっつけたよ、もう。おばさんの言う通り、ジャングルは危ないところなんだね。言いつけ破ってごめんなさい。迎えに来てくれてありがとう。やっとお家に帰れるよ。さあ、これであと一匹。ふぅ。で、こっち行ったことないとこやったよね。通してくれよ。え？あ、こっちか。ストップウォッチ！いや、いいや。
いや、それさ、そのままその場に置いとくっていう選択肢が欲しいんですけど。え、ここ？ここか。これはマジで。マジで使い方がわからない。え、あそこなんか飛び跳ねてない？え、今。ん？え、今ここで飛び跳ねてなかった？え、気のせい？おばちゃんか？さっきの。え、さっきあそこの草むらの陰で飛び跳ねてたのはおばちゃんですか？なんかそんな感じな気がしてきた。この上、登れないんかーい。じゃあ、あとはどこなんだろうか。探しに来てくれてありがとう。もうダメかと思ってたんだ。まだ帰ってこない子がいるね。早く連れ戻してあげて。ジャングルでかくれんぼしてるうちに、どんどん奥まで行っちゃったの。ジャングルには面白いことがいっぱいだったけど、危ない目に遭うのは嫌だな。もしかしてあれかな？もうあのビッグキューちゃんかなんかの像の奥ってことかな。そんなような気がする。ラスト一匹やもんね。うちの子を助けてくれてありがとう。本当にもう助けてもらえなかったらどうなっていたことか。そういえばまだ見つかっていない子もいるようですね。どうか探し出してあげてください。頑張ります。ふぅ、ということで4匹まで探したところで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、ただ、あの像の奥に道があって行けるとして、何かをはめ込むくぼみ？何をはめ込むんだ？近くにあった石がね、はめ込めそうな大きさな気がしたけど、別に持ち上げれんかったしな。ハンマーでも崩せんかったし。考えるしかないね。